結婚してる人がいるのになんで他の人を好きになるんですか。不潔だよそんなの。最低だよ。私 100% 教授のこと好きだから。そうなっちゃったから。親にはもう一泊することになってるんだ合宿は。どうしよう。行こう。あのさ、恵子ちゃん、もう一泊するって言ってあるってどういうこと。そういうこと。あ、そうっすか。あのさ、恵子ちゃん、それってもしかして食べたフライパンある。え、私、ビーフストロガノフ作れるんだ。あ、そうなんだ。どうぞ。どうも。お邪魔します。よし、どうぞ。ありがとう。あ、なんか飲む。コーヒーでいいかな。今日一も綺麗好きだね。え、あ、そうだ、砂糖とミルクは。うん、ブラックで平気。座ったら。今日一も。あ、うん。どうしたの？ケイチ？え、あ、あ、いや、あ、なんでもない。緊張してる？ひょっとして。あ、そうかな？うん。私も。すいません、もう
まっちゃったらもうどうしようかと思う。おい、どういうことですか。帰ります。え、あ、いや、ちょっと。きょん、行かなきゃダメだよ。あ、私のこと引っ叩いて行かないと。追っかけてほら。絶対こういう時、女の子が帰るって一人で出ていた時行かなきゃダメだよ。待ってんだから早く行って。今日待っててください、話があるんで。っていうか、せっかく来てくれたのに。分かんないよ私。え、分かんない。教授とするみさんの関係。いや、関係って別にそんなんじゃ俺だって分かんないし。言われたんでしょ。え、追いかけろ言われたんでしょ、するみさんに。あ、いや、それはさ、帰る。え、だから帰る。また今度ね。私が帰れって感じだよね。ええ、あ、ごめんね今日。いや、うん、ごめんなさい。返してもらっていいですか。うん、あ、そっか、そうだよね、ごめんね。はい。あ、キーホルダー可愛いでしょ。あげる。いいよね。じゃあね。正直言うと、ものすごく後悔していた。でも、ここで追いかけても同じことだ。もう終わったんだ。これでいいんだ。
も。ありがとうございました。あのさ、本当にお客さんの前でその態度やめてくんない？わかるよ。だって今の冷やかしじゃん。顔着ないじゃん全然。そりゃそうだけどさ。ああ、今日怒らしちゃった。何よ、珍しいじゃない、あんたが人を怒らせたかどうか気にするなんてさ。どういう意味それ。言葉通り。なんかつまんない。よかったんじゃない、これ以上振り回さずに済んでさ。将来ある身なんだからさ。彼は何それ、人悪魔みたいに。みたい。ああ、それとさ、悪いけどいつまでもここにいられるとは思わないでね。え、なんで。いや、なんでって、例えばよ、私に好きな人ができたりとかさ。いや、それにさ、あんたのためにも良くないしさ。どうも。あの、偶然通りかかりまして。いやいや、あの萌子さん、この間お話ししたあのコルビジェの家具なんですけれども、写真が手に入りまして。本当ですか。これ。何よ。あのね、先生のやってる建築のデザインと私の仕事は深い結びつきがあるのよ。わかる？わかんない。いや、だからさ、あ、もういい。あの、先日届いたばかりのインドネシアの家具があるんですけど、ご覧になりません？え、もちろん。はい、見せてください。はい、私ちょっと出かけてくんね。ごゆっくり。この間の話だけど、結婚早くしよう。うん、なんで。お互い仕事でもう少し納得してから、そう約束したろ。うん、私が言い出したことだから。それえ、私が言い出したことじゃない？そういうとこなんか嫌なんじゃないかなって思って。え、なんで。それは最初に言い出したのは君かもしれないけど、嫌だったら賛成しないよ。そうだけど、そういう堅苦しいのとか自分でちょっと嫌だなって思って。なんでだよ。変だよ、少し。変だよ。最近の私は、少し、変なの。スルミのことを気にしてんのか、な。言わない。本当、何もあるわけないだろう。分かんないよ。分かるよ。でもちょっと意外だったな。何が？そんなにやきもち焼くなんて。嫌い？悪い気分ではない。なんか悔しい。
あ、ごめんなさい。なんか勝手に部屋の中入ってきてため息なんか。いやいやね、うん、お食事の邪魔ですか。あ、そうでもなさそうっすね。あ、はい。なんか面白いことないですかね。すいません、ないですね。ですよね。京一君は？あ、ないですよ。まあ、俺なんて面白い男でも何でもないし。うん？うん。何ですか？そういえばさ、京一君って全然面白くなかったよね。本当にね。え？いや、面白くなってきたのは鶴見さんが現れてからだよね。本当よかったよな、鶴見さん現れて。京一君本当よかったよね。よくないですよ。え、よくないの？あ、いや、何でもないです。いや、ちょっとお前、なんかあった？あ、いいえ。いや、本当さ、何でも相談してよね。お母さんにも頼まれてんだから。ありがとうございます。あ、でも本当に大丈夫なんで。お邪魔しました。失礼します。半分ずつ分ければよかったかな。ね、もう一人分ぐらいね。うん、ありがとう。どうした、鶴見ちゃん。元気ないね。私、うん、そんなことないですよ。あ、聞いたよ。結婚してんだって？うん。へえ。それ最低だと思う？不潔だと思う？どうして？キョンがそう言ってたのかい？うん、あ、違う、なんとなくね。鶴見ちゃんね。うん。恋っていうのは一つ一つがオリジナルなんだよ。だから最低も最高もないし、不潔も高潔もないんだよ。さて、私はそろそろ帰ります。もう？はい。生活をするというのは実につまらんことです。え、ではおやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。あ、こんばんは。いらっしゃい。あらあら、どうぞ。ママ、待っていいね。じゃあね、はい、俺オレンジクロス。はい、あのさ、静江さん。あ、ごめんね、ちょっと待ってて。あ、そうじゃなくて。うん、私手伝おっか。あ、どうも。あ、キョン。あ、キョンじゃないっすよ。な、S 行くのか。いや、行かないですよ。そっか。はい。え？ちょ、な、何するんすか？嬉しい。
本当に？本当にいいんですか？うん、私も楽しいし、そうする。はい。はい、冷やし中華お待ちどラーメンの餃子ね。この辺ですか？そうだね、このまばしらとまばしらの間に配管があるんで、はいはいはい、じゃあこれそっち片付けといてくれる？はい、はい、今村、はい、今村、ちょっと机の上から、はいはい、よし、じゃあ今日は以上。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。お先に失礼します。じゃあ帰ろうぜ。じゃあ失礼します。失礼します。うん、今日一。はい、ちょっといいか？あ、はい。なあ今日一。はい。スルミ、どうだ、元気か？え？いやいや、軽井沢から会った。あ、一度だけ。あ、そう。え、元気だった？あ、いや、なんでですか？うん、まあ、ちょっと気になってな。あ、京一さ。はい。あいつ、頼むな。え、頼むって？ああ、いや、別に面倒見ろとかそういうんじゃなくて、何かあったら力になってやってよな。なんで僕なんですか？うん、まあな。お電話です。はい、お願いします。じゃあな、失礼します。うん、はい、本田です。本田さんの気持ちがほんの少し分かった気がした。きっと理恵さんに気を使っているのだ。それは僕には少し男らしく見え、でもだからといって頼まれても僕にはもう何もできないし。よし、飲み行こう。今日朝までな。お待たせしました。お、はい、うまそうじゃん。はい、どうしよう。サンキュー。あれ以来なんとなく恵子ちゃんはよそよそしく。何お前ら、どうしたんだよ、何かあったの？別に何もないわよねえ、キョウチ。何かトゲがあると思いませんか？分かった。違うよ。何がだよ。肝心な時になったら急にキョウチが逃げ出したとか。違うよ、もっとひどい。え、もっと？どんなんだよ。キョン。お？お？どうしたキョン？うるせえよ。スルミさん？スルミさんだろ。どうしたんだよ。だが違うよ。違わない。そういやさ、あれどうなったよ。スルミさんの疑惑。え？疑惑？結婚してるんじゃないか疑惑。そうなの？らしいよ。え？マジで？やっぱ俺が言ってた通りだったじゃん。結婚してるの？うん。だからもうやめない、あの人の話は。俺らとは違うんだからさ。うん、どうこうなるわけもないし。でしょ？
だからもうやめようね。よし、ダーツやろう。おう、やろうぜ。この時の気持ちは、なんて言うんだろう。僕は自分が最低な気がした。なんだかわからないけど、鶴見さんが結婚してるということを言い訳に使ってる気がして、最低だと思った。なんでみんなそのニコニコしてんすか。お酒ください。あ、何する？何でもいいです。そう、バーテンさんお願いします。はい。たく酒の飲み方知らねえな。なんすか。自分がジタバタしてる時にな、いくら酒飲んだって何の解決にもなりゃしねえんだぞ。分かってます。そんなこと分かってたまるか、お前の歳ね。どうも。うん、これうまいですね。え、お味はいかがです、キョン様。なんで鶴見さんここで働いてんだよ、ね、はそういうこと。よろしく、ごひいきに。まただ。またわけがわからない。一体何なんだと思ったら、急に酔いが回った。今日集会をくれ。よかったな、先に知っててな。キョン沈没。ああ、重いよ。あれ、何やってんすか。これちょっと俺の役目じゃないですか、これ。いいから。あ、そうですか、すいません。キョン大丈夫？キョンじゃないですよ。あ、キョンだ。酔ってるし、強かったかな、あの酒。スルミさん。はい。本当すいません。何が？わかんないけど、すいません。やっぱ重い。え、じゃあ掘りますよ、俺。大丈夫キョン。すいません。キョンは悪くない。キョンはこれっぽっちも悪くないよ。キョンは悪くない。ごめんね、キョン。そうすか。すいません。大丈夫？はい、じゃあ、おんぶ。は？ちょっと、こら！すみ！は？海が見たい。え？とか言ってみてえな。海が見たい。気持ちいい。大丈夫かな、鶴見さん。やっぱり僕ついてってあげた方が良かったですかね。分かってないな。え？分かってませんね。切ないな、キョン。こうやって大人の男になっていくんですね。え？
休み。悲しいことにかなり酔っていたのに記憶がないということはなく、いっそ記憶がなければいいのにと思った。それ、やっと来たんだ。うん。ちょっとブラブラしてくんね。こんにちは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 。あ。いらっしゃいますか。ちょっと昨日迷惑かけちゃって謝ろうかなと思ってるんですけど。なんで？だってその1000倍ぐらい君迷惑かけられてるでしょ。あ、まあ。スルミね、今いないんだ。ちょっと出かけてる。あ、そうですか。あ、S？ うん、ちょっと違うかな。え？ごめんね、あいつに振り回されてるでしょ。いや、そんな悪気はないんだけどね。でもあれで悪気があったら最悪か。あの、スルミさんってどうして俺んとこに？ん？いや、どうしてかなって。君のことが好きだからじゃない？え？それが男と女の好きかどうかっていうのはちょっと私にも分かんないけどさ、でも好きなんだと思うな。こないだも怒らせちゃったし、もう行けないってしょんぼりしてたしさ、好きなんだと思うな。そんなこと言われても困るよね。あの子もさ、いろいろあるからなかなか幸せになれない子なんだよね。え？どういうことですか？幸せじゃないんですか？だってほら、結婚してるって。幸せだったらあんなフラフラしてないでしょ。あ、
もしかして暇な金持ち主婦かなんかがフラフラ好き勝手やってるだけだろうと思ってたな。いやだってまあそう見えるよね、うん、あの子はさ行くとこがないだけなんだよね。あ、余計なこと言っちゃったかな。会いたいと思った、彼女に会いたいと思った、会ってそばにいてあげたい、そう思った。スルミさんの僕への気持ちが、男と女のそれでなくても構わないと思った。会いたい、そう思った。僕で力になれるなら彼女のためになりたい、そう思った。どうした、スルミ。私？どうもしないよ。嘘つけ。さっきお前の顔見た時、あん時思い出したよ。あん時？ものすごい落ち込んでたスルミにさ、俺将来嫁さんにしてやるって約束したよな、あの公園で。あん時と同じ顔だった。どうしたんだよ。今日行ったんだ、あの公園。うん？お父さんとお母さんの墓行ったから。そっか。ああ、約束果たしてもらえばよかったな、本田さんに。え？約束したのにね。スルミ。嘘。ん？私結婚してんだ。
本田さんより先に。え？驚いた。ああ、だから責任感じなくていいよ。っていうか感じないか普通。じゃあお前うまくいってないのか。なんで？お前がはしゃいだり、わけのわかんないこと言ったり悪ぶったり、そういうことするときってそういうときだったから。鶴見、そんなことないよ。時間大丈夫なの？私帰んね。鶴見、この窓が僕とスルミさんを出会わせてくれた。そして僕の恋の終わりもこの窓だった。